戦なき地平は目指せとまだ遠い。天下が動くのか。何やつ。松永久秀、天下の大役人と呼ぶ者もある。見ろ、血湧き肉を踊る者の札もの行軍を。天が告げておる真の乱世の始まりをな。お主も導かれここに来たのだろう。飛翔すべくこの機会を狙っていたのだ。いやー、終わってみれば完全勝利。一時はどうなるかと思うとりましたが、さすが信長様。お兄様、どうなさったのです。遠い目をなさって。待っておるのよ、来るのをな。来るって何が。明智十兵衛光秀、どうか信長様家臣の列に加えていただきたく。そうか、うむか、許す。お市様のお越し入れも相なって、浅井家との同盟も滞りなし。これで美濃の斎藤、近畿の松永やっつけて、信長様が京に登りゃ天下に号令できるってもんだ。めでてえな。利家殿。ああ。常ならぬ乱世、故に常の情けや人の心は捨てねばならぬ。うぬの向こう、信長がうつけならば殺せ。はっ。ですが父上。もし信長がうつけでなければ、この刃父上に向けることになりましょう。常ならぬ乱世、故に心は捨てねばならない。あのお方が天下を滑るまでは。これより信長は天下に武を敷く。兄上の天下布武と、ここにいる皆の絆の長久を願い、桜の若木を植えましょう。信長様、柴田殿、長政殿、光秀殿、久秀殿、また10年、20年の後も皆でこの桜を囲みたいもんじゃ。え、信長様こそ戦なき世を築かれるお方、その折は皆で太平の宴を楽しんでいることでしょう。そのためならば粉骨砕身、この光秀、どこまでも信長様についていく所存。光秀殿、それは違う。兄上が望むのは己と対等、もしくは凌駕する人間ならば、
兄上と共にあろうと望む者は兄上を超えねばならない。長政殿。ふん。の信長様、ご機嫌うるわしゅうございますな。うぬらの向こうに美しく燃え盛るごとき桜が見える。世は楽しい。九州小少将率いる九勢力残党が京に攻め寄せてまいりました。信長様ご不在のこの時にですか。とにかく岐阜城の信長様に使者を出すのです。今援軍を買うても来るまでに何日かかるか。多勢に無勢、こりゃ間に合わんな。ん？心配は無用だ光秀殿。浅井長政、これに推参。命の真偽に従い、織田の方々に援軍いたす。力を合わせればきっと勝てます。この困難と戦いましょう。美濃から京までの道のりをあの短期間で果断にして即決、なんというお方だ。それがしも実感した。兄上こそ英傑と言えるだろう。この乱世に太平をもたらせるのはあの方しかいない。なればこそ兄上と肩を並べる存在でありたい。いや、兄上を超えたい、そう思った。長政殿。大丈夫だ、心配ない光秀殿。それがしの真偽の槍が折れることはないさ。それにそなたとそれがしの友情の柱もな。おお、よくぞ参られた。待たせてくれるわね。日焼けしちゃうじゃない。あなたは素敵、ちゃんと援軍を呼んでくださったのね、兼定様。もちろんじゃ、小少将。頼りにしてるわよ、お兄さん。おい元近様、一条と大友の軍が攻め寄せてまいりました。すまんな、手間をかける。光秀。いえ、参りましょうか。ホム、いざ出陣なのじゃ。何者だお前は。わらわに何者かと問う、そっちこそ何者なのじゃ。こら、無礼ですよ。その方が長宗我部元親殿です。元親殿、娘の無礼ご容赦ください。船の積み荷に紛れて密航してきたらしく。わらわも父上のお役に立ちたいのじゃ。長宗我部、よろしく頼むのじゃ。長宗我部だ、元親でいい。戦は遊びではない。戦うつもりなら相応の覚悟をしてもらう。覚悟ならば船の積み荷に潜り込んだ時からとうに決めておるのじゃ。まったく困った子ですね。上等。元親殿、戦勝おめでとうございます。ところで一条兼定は。
今頃は大友を頼って海に逃れていよう。彼を捕らえなくてもよかったのですか。奴はあの女に踊らされていたに過ぎん。もはや再び兵を挙げる気概など残ってはいまい。ホム、踊らされただけの一条は捕らえぬのか。元近は意外に優しいのじゃな。一条の再起がないならば土佐は安泰。元近殿、次はいよいよ。青、そしてサヌキ、簡単にはいかんだろうが、進む道は一つだ。はあ、四国制覇に向けて突き進むのじゃ。いえ、もう密航は許しません。申し上げます、浅井長政様、寝返り。バカな、後ろで長政殿が寝返ったちゅんか。このままでは前の敵とで挟み撃ちに相まするぞ。せえ、どう出る信長。久秀、信長を逃がす任、うぬに命ず。はっ。我が輩が仕組んだと見抜いている。なのにあえて我が輩に奴の命を救えと命じるのか。長政殿、なぜ、何故信長様に背いたのです。長政殿、信長様と違う道を、違う世を望んだんじゃな。久秀、大義。こたびの長政が謀反、うぬが煽ったか。うぬを許そう。また生かされた。我が輩の運命がまたあやつに歪められた。おせっかいだな。援軍を乞うた覚えはないが。信長様のご意向です。お気遣いなきよう。こたびの敵は信長様に追われた三好家の残党。かつては京で権勢を誇った強敵です。狩猟の曽郷正康も若年ながらなかなかの優勝とか。どうぞご油断なきよう。ホム、油断大敵なのじゃ。光秀、また密航か。油断しました。お恥ずかしい限りです。ねえ、もし私を逃がしてくれるなら。貴様と取引をするつもりはない。この堅物、ピー。元近殿、この女性の素性を思い出しました。かつて四国に牽制を振るった阿波仕事など。やめてよ、私が誰かなんてどうでもいいでしょ。貴様に流れる孫騎の血が四国を欲するか。はあ、血が何か欲しがったりするわけないじゃない。四国を欲しいと思う理由なんて簡単よ。この大きな島が私のものになったら素敵でしょ。それだけの理由で男どもを手玉に取り、命を懸けた戦場に放り込んだというのか。そうよ、
男なんて単純。ねえ、私を殺すんだったら早くして。日焼けしちゃうの。失せろ。俺は四国の覇者となる。気に入らんなら抗ってみるがいい。あなたって本当理解できない。敵将浅井長政の主導にて京の西野田福島で小将将ら旧勢力の残党が蜂起いたしました。紀州の鉄砲傭兵集団雑賀衆率いる雑賀孫一もこの蜂起に加わっている模様。油断はできませぬ。また東方では甲斐の武田信玄も動き出しており、完全な織田包囲網が形成されつつあります。長政殿が我らに適したのはきっと何かの気の迷い。この光秀にお任せください。きっと長政殿を説得。ならぬ。気の迷いなどと長政の意志を汚すな。背いた以上長政は背ききらねばならぬ。天下不武、信長は天下に武を敷くと宣じた。背く者には徹底制圧あるのみ。命令は一つだ。すべて絶やせ。長政殿、もはや戻れぬ道なのでしょうか。孫一、まさかこんな日が来るとはな。お一様、おいたわしよ。笑えんわ。勝っても誰も笑えんのんじゃ。一体何のための戦じゃ。信長を超えようとした。だが超えられず悲劇に終わった。あなたは許されたのに、長政殿はなぜ。すべて承知で、あの男を支えてきたのだろう。承知ならば、なぜお市様は泣かねばならぬのです。すべて承知でも、涙がこぼれる。鉄砲の欠点は、玉込めの間無防備。しかし鉄砲隊を3区に分け、代わる代わる発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。いかにせんか。撃てはっ。一番隊構え。撃て。新しき世、信長様の世を切り開くのです。さて、この戦最も功ありし者は誰か。秀吉。はっ、ありがたき幸せ。勝家。お家康。はは。私は信長様を信じております。か。
小気味いい。こやつらは信長に挑み死んだが、自分の運命を守りきった。バカ。我が輩は決めた。我が輩は我が輩の運命を奪い返す。あなたは賢い。長篠での私の様子を伝え聞いて何かを感じたのでしょう。乱は信長様のためならば死を厭いません。光秀様は今もそうお考えでしょうか。ほれ、乱とやら、死を厭わぬとはどういう意味じゃ。そちが死ねば親兄弟は悲しむ。父は信長様のため立派に死にました。私も父に続く所存。褒めるものはあれど悲しむものなど。わらわが悲しむ。今日わらわと蘭は出会った。茶もちそうになった。わらわとそちは立派な太刀じゃ。約束してくれ蘭、絶対に死なぬと。生きてまた茶をちそうしてくれると。はい、わかりました。そちは嘘をついておる。わらわの勘を侮るでない。死んではダメじゃ。さもなくばほっぺをこうじゃ。痛いです。お早めください。わかりました。死にません。すいません。やめなさい。あなたはいつもこうです。私を悲しませてどうするのですか。信長様の命令じゃ。うぬを許そう。ただで助かるのが嫌ならば、そのつまらぬ茶釜一個代償にもらってやる。断る。この茶釜も運命も我が輩のものだ。マホイチ、わしゃ決めたわ。背ききれぬか。無価値。みんな死んでいく。私は一体どうすれば。わしゃこの世界を変える。木をたがえて咲く奇妙な花よ。この桜を植えし時にいた長政はすでになく、久秀も言った。次は誰が来るか。申し上げます。明智光秀様ご謀反。そうか、うぬか。敵は本能寺にあり。
長宗壁元近、土佐より剣山。なんで私まで、しかも唐って元近殿、それに小少将殿、四国州が揃い踏み、なぜここに。友の抗う魂が俺の反骨魂と共鳴し駆り立て、そして気づけば俺は本能寺にいた。全ては魂だ、友よ。わかりました、元近殿。わかっちゃったの？魂ではお前にもわかっているはずだ。男って本当にバカばっかり。ああもう、ここにいる私もバカよね。付き合ってあげる。でも天下取れたら報酬は高いわよ。上等、抗うぞ、誠実に。あなたは信長様の命で秀吉殿に処刑されたのでは。お前や信長みたいな人種には分からねえさ。俺が何で生きているか、何でここにいるのか。仲間の敵を討つために地の獄から這い上がってきたと。それだけじゃねえ、ぶち抜きに来たのさ。新しき世への風穴を、そして信長を。信長様は討たせません。信長様は私がこの手で討たねばならぬのです。譲れねえってかい。ともかくも標的は同じ。しばらくは同行させてもらうぜ。信長様、あなたに認められ、あなたの力になるにはあなたを超えなければならない。その一年でここに参りました。最後まで背き切ってみせよ。信長様、信長様。天正十年6月、織田信長は本能寺の炎に消えた。こたびの戦は勝てたが、次は信長本体。いよいよ織田の総攻撃が。それはありません。申し上げます、羽柴軍突如撤退開始。光秀謀反、信長様が本能寺で。ご運が開けましたな。勘弁。お気持ちはすでに定まっておいで。では毛利は追ってこんのか。それはありません。なぜ。時代が変わるのを見届けるため。小早川隆景はそういう男です。すべて織り込み済みっちゅうことか。大返しだ。信長様の仇を討つ。あれ、
清正、何帰り支度してんの？これから毛利と決戦じゃ。京に向かう。秀吉様の命令だ。お前も早く支度しろ。え？いくらなんでも急じゃね？ああ、そういや頭でっかちは。水成も急な命に応えるべく働いてるさ。行くぞ正則、俺たちは俺たちの役割を果たすまでだ。そう。待てよ清正。かがり火に沿ってかけよ。装備は最低限でよい。星兵糧もいらぬ。腹が減ったら沿道の民より恵んでもらえ。さあ急げ。時代が動き出すね。はい、これからです。信長様、この光秀、最後まで